はいこんにちはこの動画では中学1年生の英語ニューホライズンのユニット4の解説をしていきますこちらの教科書を手元に置いて動画を見ていただければ非常に分かりやすいかと思いますでは頑張っていきましょうはいではまずはパート1を開いてくださいアサミたちはインターネット電話でニュージーランドの姉妹校の生徒と話をしていますとだからテレビ電話でつないで会話をしようということやね姉妹校の人たちと 姉妹校というのはこう海外の学校と連,連携して留学生を送り込んだりする学校ですねそういう付き合いになる学校ですでは呼んでいきましょう OK あさみ It's your turn ということで先生がアサミを指名してるんですね、えー、ではアサミあなたの番よというふうに言ってます Come to the front, please. ということで前に来てくださいねというふうに呼んでるんですね Me? Oh, no. ということでちょっと嫌がってますね。シャイガールですね。Be brave. 勇気を出してねというふうに先生が励ましていますね。I'm so nervous すごく緊張するわというふうに言っています。はい。don't worry、ね。心配しないで大丈夫だよ。enjoy yourself。楽しめばいいのよ。 ということでここまでさらっと通ったんですがこの文章ですね今までと実はちょっと違うところがあるんですが気づけましたでしょうか実はですすね主語ががない文章が結構あるんで,すでこれを「命令文」というんですが後で詳しく解説していきますはいでは右のページいきますね 実際にニュージーランドの生徒と会話をしている場面です Hello, my name is 斉藤あさみ自己紹介していますね Hello, I'm David Green でこちらがニュージーランドの子ですね How are you? はいこれ何回か出てきてますけどねはい復習していきましょう調子はどうですか How はどのようにという意味なので、あなた今どんな感じですかという感じですね。I'm good, but it's hot today in Japan、ねえー。私の調子はいいと。でも、日本はちょっと暑いわ。というふうに言ってますね。How's the weather in New Zealand? ニュージーランドの天気はどうというふうに言っています。先ほどは、How are you? であなたの調子はどうですかというふうに聞いているんですが「How is the weather?」「Weather」は天気のことですね。なので「How」が先頭に来て「Is the weather?」というふうになると「天気はどのような感じですか?」というふうに聞く文章になります。はい、it's winter、so、it's little so here o a l c でえこっちは冬だからねと。 少し寒いいいよとううふうに言っていますでニュージーランドは南半球にある国っていうのは知っとるかなで地球ってね赤道の上と下上と下ってだからね北と南で季節が違うのでニュージーランドは冬だと言っていますね。Oh, really? っていうことで聞き返してます「えー、そうなん、えー、ほんまかいな」っていうふうに言って <laughs> ほんまかいな <laughs> というふうに言ってますね。 では文法ででですすすなんとですねねから19まま一気に紹介されていますねでこちらの文法命令文っていうんですが毎年ねちょっと苦手に感じる子が多いのでしっかりと学習していってください。まず「come to the front」前に来てくださいねということなんですが今までさ主語動詞の順番に並べますよというふうに並ばんかったっけ で今回は主語がなないいいのよねいきなり動詞から始ままっていますこのような文を命令文って言うんやけどえっ、ー、とねなんか日本語のさ命令って言うとこう軍隊で「何々しろ」みたいな感じやけど英語の命令文って、えー、急にこの学校軍隊式になるわけないよね。<laughs> なのでこう「何々してねしてくださいね」というちょっと柔らかめのニュアンスになります。なののでこの場合は前に来てくださいね 「B brave」だとこれね B って is am are の原型ですだから B 同士って言うんよねで「B brave」で「be brave で勇気を出してくださいね」という風な意味になります「brave」が「勇気がある」という風な形容詞なので形容詞を説明する「形容詞を」が後ろに来てる場合は B e 動詞が先頭に来るという風に考えましょうで次が「don't worry」 でドンとは動詞を否定する言葉でしたよねなので命令文の否定形だとドンとが先頭にきますこのあたりがね非常に難しく感じる子が多いので頑張って練習していきましょうはいここまでよろしいでしょうかでちょっと難しい話を言うとこちらですね、えー、B 動詞が使われててでさらに否定文の 命令文だとどうなるのかという話なんですが実は例外的に be 動詞が使われてても don't が使われますこちらですねで、今までの法則から言うと not be brave という風にねなるかと思うんですがここはですね1、えー、個例外として覚えておくといいでしょう be 動詞が使われてて命令文の否定形は don't から始まります はい。では、パート2に行きましょう。えー、ここでは、あさみとデイビッドの対話が続きます。なので、先ほどの続きっていう感じですね。読んでいきます。It's 9am in Japan now. で日本では今午前9時ですよと。と AM が午前、PM が午後になりますね。What time is it in New Zealand? はい、この辺はね小学校でも知ってる方が多いと思います時間を聞く表現ですね「いつ o o n はい正午だよとでこの間「アフタヌーン」という言葉ありましたよねでそれが「o、えーン」のあとなので「アフタヌーン」です、えー、正午は「o ーン」というふうに表現しますわ w、wow、あごめんこれ説明センターかんねこの「it と「 代名詞の it なんやけど特に意味ありません。で、日本語でね「今何時ですか?」って聞かれたら「9時!」とかね「<laughs> 11時!」っていうふうに答えるやんね。で英語ではですね「主語をできるだけつける」という文化がありますので特に何を表しとるわけじゃないんやけど「イット」を主語に持ってきます。まな、あ、ななんんで it 必要なんかなというふうに思う人はあのね「何時?」って聞かれてるから「 時間は正午だよというふうに時間を表すイットだと考えてくれても大丈夫です。ただし訳すときにですね、それは正午だよっていうふうに言うとちょっと変な日本語になっちゃうよね。だから訳すときはまあ時間だけ正午だよ、えー、九時だよというふうに訳してくれればオッケーです、wow,。What's noon? Are you hungry? ということで。 B 動詞の疑問文ですねお腹は空いてるのというふうに聞き返してます No, we have morning tea で、えー、僕たちには morning tea があると謎の言葉が出てきますね So, I'm not hungry だからお腹は空いていないというふうに言っていますどういうことなんでしょうか What's morning tea? ということですかさず聞き返してますね モーニングティーってなんぞやと It's a short break after second period はい二限目の後にある短い休憩時間ですねショートブレイクが休憩時間ショート短いですね、period、ピリオドってねこう時代を表したりするんやけどイメージ的には区切りやねで、英文のこれはねこれもピリオドって言うんやけどここで文が区切れますよ ということなのでピリオドというふうに言いますということでその休憩時間中にフルーツとかお菓子を食べれるとまあいいですねこれねなかなか日本の中学校ではこうお菓子の包み紙 <laughs> 落ちてただけでめちゃくちゃ怒られたりね急に全校集会が始まったりしますけど海外ではね割とこの辺自由なところが多いですね はい、that's interesting。ね、それは面白いねと。日本とはちょっと文化違うねって感じだね。What time do you have lunch?、ね、お昼ご飯は何時に食べるのって言ってて、At、one. え1時だよということで、日本よりちょっと遅めですね。はい、こんな感じですが、いかがでしょうか。では、基本文に移りたいと思います。What time is it? でこれが何時ですかというふうに聞く表現ですね。なのでもうこの「what time」でままとまりでで覚えても大丈夫です、まあ、考え方としては「what」ってその後ろに名詞を持ってくることができるので「time、えー」時間ですね。これが「what」の後ろに来ると「何時ですか?」というふうな時間を聞く表現になるということです。であとは「is it?」の他に「what time?」の後ろに「do you?」 というふうふに動詞を聞く疑問文が来ることもできますなので「WhatTime」が来るとあ「あっ B 動詞使うんやな」ではなくて後ろは疑問文の語順が来ますよというふうに考えた方がいいですはいで。であとは細かいところですがここですね時間を表すときに「いつ何々」というふうに答えたり「あとは」これは時間の前につける「at ですね。こういうふうに答えてくれたら OK です。 でこれはなんで「ンなんかっていうねちょっと高度な疑問が浮かんだ人に解説しますね。Do you have lunch? have 何時に食べますかっていうふうに聞かれたらどう答えるでしょうか。ねまあ、いつ何々でもいいんですが「I have lunch at one」というふうに答えますよね。私は一時に食べますというふうに答えると思うのでここね「I have lunch」が省略されている形だと。 思ってくださいはいよろしいでしょうかねはいではラストパート3に入りましょうえ今度はカイトとエマがお話ししていますよという場面ですはい今度は動物の話ですニュージーランドではどんな動物が見られるの ?You can see sheep, kiwis え見られるのはね羊とかキウイって言ってますね発音はキウイという感じですけどねキウイは果物だよねというふうに言ってますでこのライトは右とか権利とかいう意味があるんですがここでは正しいという意味で性格、えー、正,正しいという意味で使われていますでコンマで区切ってライト こここだけ疑問文になってるよねこれね念押しというかそう「何々だよね?」というふうに聞いている表現だと思ってもらったら OK です。Yes, but about kiwis are ということで「そうだよ」と「でも鳥でもあるんだ」ということでこれ「o o が「何々も」っていうことでしたよね。 だからフルーツでもあるし鳥でもキウイというのが存在するというふうに言ってます。まあ、もう出てるけどこれはねこの飛べない可愛い鳥です、ね、目がつぶらでいいですよね。ということで、えー、っとキウイは茶色で丸くてキウイフルーツみたいなんだとこのキウイはキウイフルーツですねいろいろ出てきて分かりにくいですが。 ブラウンが茶色、ラウンドがこう丸いという感じですね。はい、they are our national symbol.、はい、この「they はキウイのことですね。キウイは僕たちの国のシンボルなんだということです。でシンボルね、ねこれ、カタカナでも使うけど、なんかこう象徴という感じで捉えてくれたら OK です。はい。で、IC。 なるほどね What sport do you like? これも同じパターンですね What の後ろに名詞が来てそれを聞く表現になりますどんなスポーツが好きですか I like netball また知らん単語が出てきましたネットボールが好きよという風に言ってますね I'm on the netball team はい私はネットボールチームに所属しているという風に言っています このオンってさ、何々の上にっていう感じなんですが、こうくっついとるイメージね、設置しているイメージです。なのでチームに所属しているという風な意味になります。ネットボールね、さすがに聞き返してますね。It's a sport like basketball。ということで、バスケットボールのようなスポーツですよというふうに言ってます。当然ここの like とここの like 違うからね。この like は何々のような という意味で捉えてくださいで教科書には写真がありますね確かにバスケットボールみたいで後ろのバックボードがないスポーツですねなんかこう入れる難しそうですがはい Really, I play soccer 今度はコーッタじゃなくてカイトが自分のことを言ってますねマジかと、えー、僕はサッカーが好きだよ You mean football? えそれってフットボールのことってエマが聞き返してますねこれってどういうことなんでしょうかカイトはそうだよというふうに答えてますで実は一般に日本語で言うサッカーって海外ではサッカーという呼び方とフットボールという呼び方2種類ありますおそらくこの会話から察するとニュージーランドではフットボールというふうに呼んでるんでしょうね でカイトがサッカーって言ったからあ「サッカーってフットボールのことなの?」っていうふうに聞き返してるんでしょうちなみに豆知識なんですが一般的にアメリカでフットボールというとアメリカンフットボールのことを指しますめちゃくちゃ人気やからねアメリカでアメフトははいということで本文はここまでですねキーセンテンスに行きましょうということでこちら ワットの後ろに名詞を置くことができて、それを聞く。どんな動物が好きですか？見ることができますかというふうに聞く表現になります。答え方はイエスとかノ、no、ーではなくて、何々が見ることできますよ。何々だよっていうふうに具体的に答えるんでしたね。でも、下もほぼ一緒です。what's sport って聞かれたら、どんなスポーツが好きかというふうな意味になりますね。はい。 でよく置かれるのは「タイム」「何時ですか?」これ前のところで出てきたね「アニマル」「どんな動物」「スポーツ」「どんなスポーツ」えー「カラー」「どんな色が好きですか?」みたいなね感じで聞かれることもあります。はい、で大事なのはここです。で後ろが B 動詞が来ようが動詞が来ようが疑問文の語順になるということを、えー、再度復習していってください。この what とか how とか where は疑問詞と言ってどことか誰とか何とか聞く表現でしたね後ろは疑問文になりますはい。ということなんですがここまでいかがだったでしょうかまたわからないところがあったらですねぜひ質問してみてくださいではこれで終わります